平野紫耀中国進出報道にファン同様。過去の韓国ロケでの発言が議論を呼び、今後の動向が注目される。元キング・アンドプス平野紫耀中国進出計画にファン同様。韓国ロケでの言動が予応しか。元キング・アンドプスのメンバーである平野紫耀が、中国への進出を検討している可能性が報じられ、ファンの間で賑わいが広がっています。 2022年6月8日に発売された女性セブン小学館に掲載された記事によれば、平野潮は所属事務所を退所する前から中国進出の計画を知人に相談していたとされています。この報道はファンの間で様々な反応を引き起こし、今後の平野の活動に注目が集まっています。 報道によれば、ヒラの仕様は中国進出に向けて熱心にリサーチを行っており、中国の芸能事情やセルフプロデュースの方法について学んでいたとされています。また、彼は中国のファンから、奇跡の小さなビスケットちゃんという愛称で親しまれ、現地の SNS プラットフォームである、美白でのハッシュタグ、ヒラの仕様の閲覧数が1.5億回を超えるなど、 中国での人気が急上昇していると報じられています。この報道を受けてファンの反応は分かれています。一部のファンは本人からの公式発表がない限り信じない再始動を心待ちにしているといった意見を表明しています。一方で彼の中国語に関する言動を思い出し中国進出の兆しではないかと考える人もいます。 特に、平野の仕様が韓国で行われた冠バラエティ番組、キング・リンチェ・プリンスル。日本テレビ系に出演した際のエピソードが注目されています。番組内で、彼は冒頭から中国語で挨拶し、シェイシェイ、おーアイニー、中国語で愛してる、ペキンダック。俺、この3つで生きていますから、と中国語を使用しました。 また、韓国の首都について尋ねられた際には、パク、と謝って答え、その理由を、パクってよく聞くんで、と説明しました。このエピソードに対して、ネット上では批判的な声も多く上がりました。一部の人々は、彼の発言が韓国に対して失礼だと感じ、韓国文化に対する無知を指摘しました。 しかし、一方で、くんは天然ボケなだけ、悪気はないと思う、といった用語の声も聞かれました。この騒動は、韓国の主要新聞、朝鮮日報のニュースサイトでも取り上げられ、挨拶は、シャシャ、首都は、パク。韓国をバカにした日本の有名アイドルが韓国ネットで炎上、と題された記事が配信され、国外にも波紋が広がる事態となりました。 このような経緯から中国進出計画が報じられた今回の報道に対しては平野氏用が中国について調査をしていたなら納得できるという声も聞かれます。一方で平野の退除後の動向についてはまだ詳細が不明確であり情報が錯綜しています。 2022年12月13日に発売された女性自身公文社は韓国進出の噂を報じました。しかし先月に発売された女性セブン小学館によれば彼は海外進出を計画しているものの1年は休みたいと周囲に語っていると報じられました。現時点では再始動の具体的な動きは確認されていません。 ただし、彼の目標は、海外進出、であると言われています。そうした中で、彼は具体的にどの国での活動を望んでいるのでしょうか。ファンや関係者にとって、これからの彼のキャリアについての興味が高まっています。平野紫耀の中国進出計画についての報道が、ファンの間で注目されています。 彼が中国に対する興味を持ち、中国語について熱心に学んでいたことが明らかになり、中国での人気も上昇していることが報じられています。1。型で過去の韓国ロケでの言動が物議を醸したことから、中国進出の可能性について議論が巻き起こっています。現在のところ、彼の具体的な動向は不透明であり、 ファンや関係者は彼の今後の活動に対する期待を寄せています。今後の彼の動向に注目が集まることは間違いありません。